こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画ではファッションにおいて量と質どちらが大切なのかというテーマでお話をしてみたいと思います。皆さんはひょっとしたらおしゃれな人ほどたくさんの服を持っていると考えているかなと思うんですね。これは間違っていないかなと思います。確かにおしゃれな人のクローゼットの中を見るといろんな服が並んでるんですね。しかも新しいものから古いものまでたくさんあるんですね。でおしゃれな人というのはたくさんの服を持っていてもその時の気分に合わせて様々なコーディネートを実際に楽しむことができるんですね。それはいろんな経験があったりセンスがあるからこそいろんな組み合わせができるのであって、それをですねあまりおしゃれが得意じゃない方が真似をしようとしてもなかなか難しいんですね。たくさんの服を管理して様々なコーディネートを楽しむというのはおしゃれ上級者がやるべきことであって、決しておしゃれが苦手な方が真似できるものではないということを理解するといいかなと思っています。じゃあ僕自身が実際どうなのかというと、全く服の数は多くありません。おしゃれ上級者の方だとかファッション業界の方のようにたくさんの服を保有するということは僕はしていません。なぜなら毎朝服を選ぶのが面倒くさくなってしまいますし、そんなに僕自身たくさんのコーディネートを楽しみたいという欲求があんまりないんですね。これ面白いことに男性的な考え方と女性的な考え方って全然違うと思っていて、女性というのは様々なコーディネートを楽しみたいと思うんですね。ですのであんまり同じような格好を毎日続けたいとは思わないんですよ。一方で男性というのは気に入った着こなしがあったとしたらそれを何度も何度もしたがるんですね。あまりコーディネートの幅を持たせるよりは気に入った着こなしというものを優先させたい、これが男性的な考え方なんですね。この2つは大きく分かれるんですが、おしゃれが得意な人は男性であっても結構女性的な感覚で毎日違うファッションを楽しみたいと考えるんですが、一方で一般的な男性というのは自分の気に入った格好を優先させたいと思うんですね。僕もどっちかというと男性的な考え方です。そうなると服の量って全然必要ないんですよね。例えばこれなぜかというと1週間を想定していただきたいなと思うんですね。多くの男性はおそらく仕事着と休日着って分かれると思うんですね。オンの時にはスーツだとかビジネスカジュアルの着こなしをして、オフの場合はもう少しラフなスタイルをするという方が多いと思うんですが、そういう方の場合は私服になるのは週にたった2日しかないわけですね。この2日間に必要な服の量って間違いなく少ないと思うんですよね。でも多くの男性のクローゼットを開けてみるといっぱいの服が並んでるわけですよ。それはなぜかというと服を捨てられないからですね。どん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 服が溜まっていてクローゼットがパンパンになっている状態の方すごく多いんですね。これはおしゃれ上級者であればうまく活用することができますが、多くの男性、先ほどお伝えしたように自分の気に入ったものばかりを着る男性にとってはほとんどの服が活かせてない状態なんですね。おそらく7割から8割の服はほとんど着てないという方も結構多いかなと思っています。こういう場合どうすればいいのかと言いますと、まずは週2日間のお休みにどれぐらいの服の量があれば回せるのかを考えてみていただきたいんですね。例えば僕の場合なんですけども、この春夏であればアウター系は多分 2,3 着あれば足りるかなと思いますね。僕の場合はナイロンジャケットが1着あって、あとは G ジャンみたいなものがあって、あとはネイビージャケットがありますね。この3パターンアウターあれば十分ですね。あと内側に着るものなんですが、これは T シャツですね。 T シャツが多分 2,3 枚あれば十分だし、あとはシャツですね、これも2枚あれば十分じゃないですか。あとはニットですね。ニットもね、そうだな、2枚あれば回っちゃうかなと思うんですね。でボトムスに関してはあんまりここをバリエーションを持たせるのはめんどくさいなと思っていて、気に入ったものが2本か3本あればもう十分すぎるかなと思うんですね。まあ、靴に関してはスニーカーが本当に1足2足あればもう十分すぎるのかなというふうに思っています。実際僕はこれぐらいの数しか持っていなくて、これで十分コーディネートを回すことができるんですね。言ってしまえば休日が2日しかなかったら2パターンのコーディネートがあれば回るわけじゃないですか。でも僕の今持っている服の数結構少ないと思うんですが、この服の組み合わせを変えれば間違いなくですね5パターン以上の着こなしを作ることができるんですね。もう十分すぎるぐらいなんですよ。これでも全然多いぐらいなんですね。そういうことを考えると服っていうのは
量と質どっちが大事なのか、これは間違いなく質だと思うんですね。たくさんの量があったとしてもそれを使いこなすことができないんですよ。ですのでバーゲンセールに行って安いものを買ったりだとか、アウトレットに行ってブランド物が大幅に安くなったものを買ったりだとか、そういう必要は僕あんまりないかなと思うんですね。決め打ちで今足りてないものを1点ずつ丁寧に買い揃えることの方が大事だと思うんですね。例えば自分の中でアイテムごとに数の制限を設けるといいかなと思っています。例えば春に使えるようなアウターは2着だけにするですとか、シャツだったら2枚だけにするですとか、このように枚数を決めてしまって、もしもそれ以上持っていたとしたらそれは手放すという形にすると、すごくクローゼットの中がすっきりしてコーディネートが組みやすくなるかなと思っています。このように数を制限するということはめちゃくちゃ大事で、例えば T シャツを3枚しか所有しちゃいけないと自分の中でルールを決めたとしますよね。そしたらその3枚の T シャツって安いものを適当に買えますか？きっとそうはしないと思うんですね。少ない数で回すと覚悟を決めたら、その1枚1枚は結構丁寧に選ぶと思いますし、単価においても安さよりもある程度質が良くて着ていて気分が上がるものを買うはずだと思うんですね。ですので量と質どっちが大切かというと、僕は質の方を優先した方がいいのかなと思います。量は必要ないけど、その代わり着ていて気分が上がるもの、そういったものを一つずつ丁寧に揃えると良いかなと思っています。ただ質にこだわるといっても、あまりに高すぎるものは必要ないかなと思います。一生ものですよとか言われながら買った服ってなんとなくもったいなくて着なくなることって多くないですか？やっぱりある程度気軽に着れることも大事なので、高すぎるものっていうのも考えものなんですね。ファッションにおいて一生ものの服なんていうのは存在しません。やっぱり流行みたいなものがあるし、使っていれば経年変化するので、まあ多く見積もっても5年以上はなかなか難しいと思うんですね。ですのであんまり高すぎる服も必要ないかなと思います。ちょっと背伸びぐらいの感覚のもの、着ていて気分が上がるぐらいのものをクローゼットの中に数少なく揃えておく、これがめちゃくちゃ大事なのかなというふうに考えています。ぜひ皆さんもクローゼットを開けてみて、どの服はちゃんと着ていて、どの服は全く着てないのか、まずはこれを見極めることが大事かなと思います。クローゼットを開けた時に、そこに並んでいる服がほとんど日常的に使っている、この状態が理想的です。持っている服の 7、8割が使ってない、これは最悪ですね。この状態は空間の使い方としては理想的ではないので、使ってない服はどんどん手放して使っている服だけを並べる、これが一番理想的です。そうすれば日々のコーディネートもすごく楽になりますね。選択肢が少ない方が圧倒的に決断のスピードは上がりますので、ぜひ皆さんも持ち物の数を制限してみてください。アウターであれば 2、3着あれば十分です。シャツであれば2着、ニットも2着で十分ですね。 T シャツは夏なので2、3枚あってもいいかなと思いますが、ボトムスも2、3パターン、靴も2個あれば十分です。このように自分の中で上限を設けて一個ずつ丁寧に揃えていく、そうすればきっと気分の上がるワードローブというのが完成するかなと思いますので、ぜひお試しいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。